こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はビジネスクラスのチケットを安く手に入れる方法。一番簡単な方法ですね。これ単純にビジネスとエコノミー、どちらが安いか比べると。何言ってんだって感じなんですけど、例えば、これ、ベトナム航空のハノイ、東京、成田線。エコノミーが、なんと、プレミアムエコノミーより高いと。 値段が、えー、エコノミーが1272万ドンでプレミアムエコノミーが、えー、964万9000ドンと、ね、逆転してますねこれ、まあ、単純な先入観でエコノミーが一番安いと思ってねエコノミーしか調べない、えー、旅行者が多いとあるいはね、えー、旅行会社通じて、まあ、予約するとエコノミーで出てくると。 でまさかね、プレミアムエコノミーとかビジネスの方が安いと思って調べないというのがね、結構多いです。単純に先入観で、えー、エコノミーが一番安いと思ってエコノミーを取ってしまうと。これはね、非常にもったいないです。まあ同じ金額というか、エコノミーよりプレミアムエコノミーの方が安いならね、まあ誰だってプレミアムエコノミーに乗るだろうと思うんですけど、まあその先入観があるから調べもしない。これ結構多いです。 で今回ね、えー、これ、ビジネスにアップグレードしてもエコノミーとの差額がわずか2万7300円ですけど、まあ、場合によってはね、えー、もう、これが同じとか、ビジネスの方が安いというのも信じらんないことなんですけど、あります。過去、えー、ジェットスターの航空券調べたときにね、それありましたね。えー、エコノミーよりなぜかビジネスの方が安いと。でこれ、ビジネスが埋まらない航空会社。まあ、LCC が代表ですよね。えー、あるいはビジネスが埋まらない路線、ね。 だいたいみんなツアーで行くとかね、えー、旅慣れてない人がパックで行くような路線はエコノミーが高いというのがね、あります。まあ航空券もね、需要と供給で決まるっていうのは例外じゃなくて、まあシステムのね、不具合というか、システムの出来の悪さだと思うんですけど、えー、こういうケースはあります。で、これ帰りの路線もね、同じでした。ね、えー エコノミーが996万8000トンと。で、プレミアムエコノミーが940万トン。ね、プレミアムエコノミーの方が安いと。もうこの単純な先入観で、エコノミーが一番安いはずだということでですね。エコノミーが調べないと。いうのはね非常にもったいないです。ビジネスの方が安く手に入る方法。ただ、比べて安かったら、ビジネスあるいはプレミアムエコノミーに乗ると。いうのがね、最も 何の工夫もなく、えー、取れる、安く、ビジネスクラスに乗る方法、あるいはプレミアムエコノミーに乗る方法なんでですね。まあ、ぜひこの方法を取ってください。まあ、間違えても、ツーアー会社に、ツーアー会社通じて申し込むとね、これはできませんので、まあ、正直でツーアー会社通じて航空券を取るメリットっていうのはね、私はないんじゃないかと思ってます。ここ、何年だ。もうかれこれ、えー、十何年、 航空券を、ツアー会社を通して取ったということはないです。なぜなら、こういう、えー、価格差にも気づきませんし、あるいはね、えー、リスクがあると、ツアー会社潰れちゃったらね、テレビクラブとか見たく潰れちゃったらもう乗れませんしね、えー、あと、航空会社職だとね、えー、24時間前にチェックインで、えー、座席を指定できます、自分で指定できます、それも使えないと、ねえー、全然いいことないと。 ツアー会社に何の恨みがあるんだという感じですけどね、まあ、ツアー会社を通じて、えー、格安航空券申し込んでね、えー、それでツアー会社が飛んじゃったと、計画倒産みたいな形で飛んじゃってね、えー、70何万増えにしたというのがありますんでね、それ以来もう一切、えー、ツアー会社を通じて航空券は取ってないです。まあ、そんな形でね、ね、えー、コロンブースの卵みたいな感じですけど、単純に。 ビジネスあるいはプレミアムエコノミーの方が、エコノミーより安いことがあるというのをね、覚えておいて、えー、航空券を取る際にはチェックしてください。以上、天売アカデミー、堀秀夫でした。